はい、皆さんこんこにちは、えー、今日も土曜日の読書で久美,子さんき久美子さんとご一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はうーん、まあ、Google 検索でこの日本語で読書の、えー、ホームページにどのように行けばいいのかというところから始めます。 それでは、検索ですね。これは、どうしましょう、久美子さん。何が一番セラ、えっと、ジャーファンデーションから言ってください。はい。じゃあ、ジャパンファンデーションロサンゼルス。ルスこの、えー、このプロジェクトは、ジャパンファンデーション、ロサンゼルスのジャパンファンデーションから 応援していただいてますので、ここからいきますね、じゃあね。ジャパンファンデーションロサンゼルスと Google で検索しますと、このように出てきます。JFLALC。はい。ここに出てきました。ここにですね、ジャパニーズエデュケーションのところを押しますと、 Teachers. これは先生のためのリソースなので、先生、Teachers のところに行きます。そうすると、このページに、えー、Exploring Online Resources があります。はい、オンラインリソースとして、ここに載っています。このページの Teaching resources のところをクリックしていただきますと、このようにいっぱいいっぱいいろいろ盛りだくさんありまして、ずっと下に行ってもらいますと、reading のところに私たちのこの、えー、ジャパニーズ、あれこれ何て書いてあるのカスタマイズ。はい。 カスタマイズ・ reading in Japanese stories for creative and innovative classrooms とありますのでここをクリックします。はい、そうするとホームページに来ました。はい、それでは今日は、えー、こういうふうにいろんなお話をここに載せているんですが、今日は久美子さんどのお話を 朗読しましまょう世界の課題はどうですかはいじゃあここのところに「えー、世界の課題」がありますこれをクリックするとこういうページに行きます人や国の平等と健康環境飢餓ですねはいその人や国の平等をお願いします人や国の平等はいここがクリックできるようになってます はい、ここにやってまいりました。このページでは、ひと役にの平等。はい。恵子さんが考える日本人のステレオタイプとこんな経験を聞いたことがあると、はい、えっと、識字障害です。ある日本人の LGBT についての見解ですね。これだけありますね。はい。それでは、この中の。はい。 こんな経験を聞いたことがある。一作品でこんな経験を聞いたことがある、はい、あ,あるですね。はい、<laughs> クエスチョンマークなので。でね、あるっていうか、ありますかっていうことですね。そうですね。はい、この用紙は Example of Essential Questions。こういう Essential Questions も載せてますので、先生方お使いになってもらったらと思います。How are, ex how are aspects of identity? identity expressed in various situations.How do language and culture influence identity and how does one's identity develop over time? まあこういうふうにエッセンシャルクエスチョンを掲げております。はい、それではここを読んでみようと思います。ここに3つ入ってます。そうですね、はい。はい。1つ、3つのチャレンジ。 1, 1移民2マイクロアグレッション3外国人というのがありますが久美さんどのお話がいいですか今日は移民を読んでみましょう。はいそれではここにカーサーを入れますと右上に矢印が出てきます。ここをクリックしてもらいますとこのように大きくなります。はい それではいつものようにカーリバンクに読んでいきたいと思います。こんな経験を聞いたことがある3つのチャレンジ。サッカーの選手は出身国でなく海外でプレーしている選手が多いらしい。これはある一人の選手のインタビューを読んで書いたものだ。 ドイツのサッカー選手にメストエジルという人がいる。サッカー好きだったらドイツ代表サッカー選手として FIFA にも出たからこの選手のことは知っているに違いない。エジルはドイツ代表から29歳で引退してしまっている。彼は チームが勝つとドイツ人になれるが負けるとトルコ移民と言われるなぜ人々は私をドイツ人として受け入れてくれないのかと言っているエジルはドイツのゲルゼン・キルヘン出身で1988年に生まれた祖父母がトルコの北から ドイツへ移民ししたらしい。エジルはまたこんなことを言っている。変だなあ。なぜ私はトルコ系ドイツ人と呼ばれるんだろうだが、2つの違うルーツを持っていることはポジティブなことだ。フランスと違って、 同化政策をとっていないからイスラム教のエジルは試合の前にいつも祈るしラマダンの時は食べ物を食べないらしいエジルさんの許可済み取ってるんですねはいはいそういうことですねはいありがとうございますいえ、yeah. それでこういうお話を<え>もう少しこう、うん、長い文章ももう少し短くそういうのをちょっと久美子先生教えていただけませんかそうですね。すこの話は優しくも難しくもできるんですよ。<ー>だから例えば一番最初の,あのページを見せていただけますかそうです、ね、はい、ここですかあ サッカーの選手は出身国でなく海外でプレーをしている選手が多いらしい。多分今あの優しくしたいと。そうおっしゃったら、サッカーの選手は外国でもプレイしている。だったら優しくなりませんか、はい、サッカー選手は外国でもプレイしている。はいうん そうですよね。日本でもプレイしているし外国でもプレイしているという意味で外国という言葉外国語という言葉でかなり早い段階で習っているかもしれないので、はい、外国でもプレイしているというあそれだったら大丈夫に言うな気もしますそうですねそうですねじゃあ、えー、とそういうアドバイスを受けましたのでちょっと変えてみようかと思いますお願いします はい、その場合はですね、ここに、えー、カーサーを下に動かしますと、えー、ギアのアイコンが出てきますので、ここを押しますと、オープンエディターに入ります。そうすると、えー、自分の、えー、ファイルのところに行ってもらって、メイクコピーでエン r e プレゼンテーションにして、 そしてこれはコピーなので私がやっても大丈夫。だから本号のコピーにして、えー、やってみます。するとコピーが出来上がりまして、このように自分のものになりますので、 あちょっとうちの授業にはレベルが高いなって思われる教師、教師じゃないか、先生方もいらっしゃると思います。で私もその一人です。ということなんで,ですね。はい、で<も>そうなんですよ。あるるクラスのレベルに高,い、まあ、高すぎとそうですね。まあ、高い、低いはあんまりあの一般的にあの、高い、低いというよりも何ですかえっと まああの先生方皆さんあの生徒さんのえーうーんと毎日教えてられて毎日っていうかあのうん今まで教えていられおられてこの文章だったらうちの教室に持ってこられるなっていうそういうあの文章のなんか感じが分かってらっしゃると思うんですね。私だったらえサッカーの選手は ですね、サッカーの選手は。ははいいですね。サッカーの選手。それともサッカー選手は外国であ、日本語になってない。で、これはあのかなりヘリテージスピーカーの教師、ヘリテージスピーカーだったらこれは喜ばれる文章だなとも感じるんですね。そしてヘリテージスピーカーではない時の授業では、 サッカー選手は外国へでもじゃないでも<モ>外国へ行ってでもいいですよね。外国へ行ってプレイしている。いいね、プレイしている。そしたらここのところはいい感じです、久美子さん。でも変えないといけないと思う。みんなサッカー選手が外国に行ってプレイしているわけではないから。あ 例えばどこかでたくさんのあごめんなさいサッカーあるどういうふうに入れたらいいでしょうかねそうですねこれだったらじゃあこれはあの誤解を招かないように全部のサッカー選手があのが外国へ行ってプレーしているという意味ではそういう話ではないのでそういうわけではないのでサッカー選手は外国外国 国いろいろな国いろいろな国いろいろな国へ行ってプレイするで、あのでも行かない人も出てくるからやっぱりちょっとこれ問題。 はい。ろな国へ行ってプレーする例えばここに一つ、よくを入れたらどうですか<ー>サッカー選手はよく、はい、っていうふうに入れたら絶対僕解いないと思いますね。サッカー選手はよくいろいろな国へ行ってプレイする、はい。これなら私の授業で持っていけると思います。 <な>あ、そうですか。はい、授業で。うん、そうですね。そうにやって変えることができるから便利ですよね。はい。それではまた来週土曜日の読書で会いましょう。